よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、この辺ですね。はい、ここです。見てください。バン、バン。ユンボ来ましたね。給水管のですね、工事が始まります。正月ですね、手でですね、殻を出すことにしました。はい。そしてですね、あちら見てください。はい、あっちに行きます。はい、ここ縦横を耕して、こちらの給水の工事、ここユンボ入りますんで鳴らしました。はい、はい、見てください。ユンボによってですね、関東農機様にですね、溝切り分かりますかね、ずーっと南から北まで、はい、約50センチぐらいですかね。はい、溝切りが1日で終わりました。でこちらもですね、ちょっと浅いですね。こっちは実はですね、これこの柱のですね、基礎がここに入ってまして、ここまでしか掘れないと。こちら、はい、ずっとですね、ここからあっちの入り口、今トラクターがあるあたりまでですね、ずっと溝をこれから、はい、掘っていきます。このユンボ初心者の私がですね。でですね、ちょっとユンボ乗ってみますけど、ここにキーがあります。でこれを一回余熱で左に回してですね、6秒6、温めたらですね、アクセルをですね、半分ぐらい開いてですね、これを右に回します。はい、はい、かかりましたね。はい、ちょっとですね、これを上げてみたいと思います。はい、上げますね。で本体こうちょっと斜め向いてますけど、これはこう、これか、あ違う、これだ、違う違う違う、これじゃないこれか、あ違う、これだ、違う違う違う、これじゃないこれが進んじゃうんで、あ、こうですね。はい、これ、これで今正面向きましたね。でこれ曲がってますけど、これで戻しますね。はい、余計いっちゃいましたね。はい、これです。はい、これ正面向きました。でこのレバー2つあるんですけど、これ前に押すと前進、はい、で後ろに押すとバック、はい、でこの右側だけやると右、左旋回、はい、戻って、はい、左側のレバーを 前にやると、はい、右旋回、はい、で戻すと左に戻っていく、はい、こういう形で、これこの右のこの回すレバーですね、前にやると下ろす、下にやると上がる、これ分かるんですよ。でこっちはアームが上に上がる、これ分かるんですけど、僕ですね、納得できないのはですね、こっち、これ十字に動くんですよ。でこのアームを左に動かしたいなら、右か左で操作したいところじゃないですか。例えば右にやれば左に行く、左に行けばそれがですね、上を押すと右に行く、下を押すと左に置く、これおかしくないですか。せっかく十字であるんだから、右に押したら左、アーム左に行ってほしいですよね。こっち行ったらこっち行ってほしいですよね。なんで上行くと右行くんですかっていうことで、ユンボあるある謎ですね。ユンボ初心者なんですけど、まあこんな状態でやっていくんですが、こんな感じで、こんな感じですね、こんな感じでやっていくんですが、はい、ちょっとキワなんて怖いんですが、頑張っていきたいと思います。前に戻せば、はい、切れますんで。ということで、以上ですね。前回クイズの回答はこの左のレバー、上を押すと右に曲がるが正解ですね。で今回のクイズは、なぜ上に上がると右に曲がるかをご回答ください。以上、シャドウ園のユンボがお送りしました。じゃあまた。